刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。子羊ちゃんや。次の行動座標に向かいます。相手は怪物だよ。ペットみたいな呼び方はやめてよ。隊長、こいつで練習せえへん？隊長も言うたやろ、怪物の乗り方を覚えたらうちらの戦闘効率も上がるって。今回のキャロルはちゃんと私の話を聞いてくれたみたいね。うちはもう昔のうちとちゃうで。またスルーされた。親友、君は僕と同じことを考えてるよね。おい、君まで僕をスルーするのか。先輩、またえらいこと言うとるな。さて、雑談はここまでにして、まずは敵に乗る方法を考えましょう。うちに任せて隊長。うちが一発殴れば子羊ちゃんもおとなしく言うことを聞いてくれると思うで。キャロル、一人で何とかしようとしないで。覚えておきなさい、私たちはチームなの。はい隊長、わかったで。では動きましょう。警戒を維持、戦場は職場と同じです。乗るといろいろ便利やな。一匹飼えたらええのに。キャロル、今はまだ任務中よ。え、隊長？ちゃうの、そういう意味やなくて、怪物を飼いならす方法があったらええのにって言いたかったんや。確かに怪物たちが言うことを聞いてくれると助かりますね。だけど相手は危険な構築体怪物よ。長時間支配することはできないわ。だからまずは乗り方をちゃんと身につけること。はい隊長。001系偵察ユニットの状態を確認。ブローニャ、戦場に到着しました。 Huh?